こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRG でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はアドさんのアスラちゃんです。ユッフースキャップスキャップスキャップ、ほっとけのまま止めろ、ステップステップステップ、音声のまま Understand Understand、 どどえまさまさえくらって語るスニークスニークスニーク、嵐の中荒れるステップステップステップ、麻生へのカパ Understand Understand、 いっそ骨の髄までしゃぶってね、あなたはガチャいない。これから一緒に勉強したいと思ったかった方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はアードです。活動は2016年からしました。レーブルはバージンミュージックと事務所はクラウド9です。はい、この曲の説明です。この曲はテレビ朝日系木曜ドラマドクター X 外科医大門未知子の第7シリーズの主題歌になります。イラストはイラストレーターのペラさんが担当して、映像は映像クリエイターのモノディボイドさんが担当しました。アドさんのコメントで、この曲はとてもリズミカルでポップな楽曲にアシュラと掛け合わせたトゲがある歌詞に注目してほしいですって言いました。それでその歌詞に注目してみましたらもっといいと思います。では行きまーす。おう、したことない。너무귀여워。이거막도망가는발자국소리같은거있잖아만화처럼그런것들이막만화를보고있는것같은느낌이막계속떠올라처음에약간붙들어드는것같아요썸네일보고들어가면그냥한번들어가봐도이거이첫소절들으면끝까지볼것같아너모르잖아하면서 이건진짜뭘모르지 이게진짜드럼이미쳤더라고요 그리고또들어보시면기타가앞으로나와있어서연주되고있거든요아마기타메인으로가지않았기타먼저작곡으로가지않았을까아여러대나온거지몇대정도나온거예요기본텔레캐스터가메인으로갔다고생각할수있을정도로텔레캐스터의소리가앞에나와있지몇대정도나온거야기본네트랙이상네트랙이상네트랙이상진짜가사는그렇지않은데아음악이랑가사는그렇지않은데애니메이션너무귀엽게잘만든거야그색감이너무일본스럽고너무예쁜것같아 그와중에약간약간복고풍의느낌이있어요애니메이션에도그렇고요뭐음악에도있고요음악에서복고풍그에너지를애니메이터가약간캐치를하신것같아요아그래서일부러복고풍을만들지않았어요신기하다맞네진짜옛날만화같은느낌도그왜옛날과자들있잖아일본어린이들이먹는불량식품같은과자그거색깔비슷하지않아맞아맞아어바카시라고 아오랜만에이아도상의이시원한목소리를들으니까너무기분이좋아같은언더스탠드인데도발성이달라가지고여긴 다같이따라해야될것같아응박수치면서멜로디쩍쩍붙는것같아요귀에그니까 그치 오하지메때기타도끼야これは成功だと思いましたでしょ初めてうっせわ聞いた時のアドさんのことが思い出していつもそうと思うんですけれどやっぱりやりたいことやっている感じ
또태연또고은노치가사이오나지카시대사키유타오나지카시대메차갸프가아때혼돈이아수라짱와아도상자나이까나뭐오모이마시다いろんな歌い方を一曲に同時に使うから、うん、何も気にしないで本当に自由な表現ができる、うん、ボーカルサッカーさんと一緒にやる感じじゃないかなと思いました。なんか前からなんか思ったんですけど、なんか次々になんか曲も変わるし、うん、Adoさんの声の性格が変わるみたいな、うんうん、でそれとともに曲の個性も全部変えて、今回の曲はなんかギターとかブラスとかドラムとか全部暴れている中で、これをまとめれるボーカルの力っていうのはどんどんすごくなるなと思いました。できることが多いから、なんかちゃんとデザインして歌った気がします。なんかこの部分にはこの発声でなんか選べられることも多いし、それがすごいと思います。なんか僕はまだ日本語がなんか変だけど、まだなんか日本語勉強しているじゃん。だけど他のバンドとか他のアーティストの曲よりアートさんの曲聴いたら歌詞が全然わからないんですよ。こんな意味があるとか、なんかでもなんか翻訳した見たら、え、あなたはわからないじゃん、だけどなんかあなたは買っちゃいないとか、なんかえ、それは何なれるみたいに、なんか難しいことは僕に見たら難しい言葉だけど、それも面白いなとなんか思いました。지금엄청반복하는것같아요작정하고기억하게만들려는그치네번째반복했네요지금근데지루하지않은데진짜신나잖아들으면들을수록신나게만든것같아어이달리는소리 드라마에서도막도망갈것같은느낌이막 귀여워진짜귀엽게잘만들었어와근데악기는전혀귀엽지않다 살발해 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 どうでしたか？いや、僕最近あのアドさんの前の発売した会いたくてっていう曲が今最近好きでずっと聴いてるんですけど、この後にこれを聴いたら、え、違う人っていうぐらいに、なんていうか、あの仮面をかぶるみたいに、なんか不思議な人かなちょっと思いました。すごいなぁと。ですね、さっき言った通りにアドちゃんがアスラちゃんの感じ。まあアドさんはなかなかライブをしないから、ライブをするっていう想定を曲にあんまり入れないから、それだけの表現力はもうちょっと広がると思いますね。もうたくさんライブをしてる方アーティストよりもちょっとできる表現の範囲が広いと思います。なんかドラムとか楽器を全部聴いて結構気になって、一回ドラムでカバーしてみたいなと思いました。できるだけ早めにめっちゃ難しそうそうですだったんですけど、なんか覚えるように繰り返ししているサビのところがあるんだけど、2番目の時には楽器が全部なんかなくなって、ドラムとボーカルだけ、する時になんか今なんかセイがドラムやりたいな思って、僕がその時に来て歌をも一緒に歌ってなんかしたいなとなんか思いました。本当にギャップから来る魅力と、いつもアドさんはいい衝撃を与えてくれて、僕もあそんなに表現したい、僕がもっと多分年は高いと思うんですけれど尊敬する感じかな。いつもいいインスピレーションを与えてくれてありがたいと思います。今日もたくさんいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。バン。今週も見てくれてありがとうございます。